はい、どうもニューレディの肉の工事肉です。今日なんですけども、私はここ牛込柳町駅に来ています。こじゃれた喫茶店ができたっていうので、喫茶店といえばこの方ということで、パッツィさん、どうも、ね、喫茶店評論家のパッツィ・ウッチャリーノさんです。ウッチャリーノです。あ、はい、ということでですね、パッツィさん、ここのね、牛込柳町って来たことある？多分ない、ね、私ね、意外とね、うん、四谷三丁目から近いのよ、はいはい、ずっと来て四谷三丁目なの。あ、だからすごい意外とうちと近いっていうことに気がついたんだけども、ね、うんうんうん、今日はね、こちらにですね、こじゃれた喫茶店があるって聞いたんで、ちょっとそれは茶をしばきに行きたいと思います。じゃあ行きましょうか。しばこう、はい、しばこう。なんか駅から近いんですよ、うん、南東口を出てもうわずか10秒ぐらいのところ、花屋さんのところを曲がってください。え、なんとこんな近いんですか？いや、まだついてないわよまだついてないんですけど、ここなんかちょっと坂になってるから、はい、その坂を登ったところにこじゃれた喫茶店はございます。どんなお店なんでしょう ねどんなお店なんだろう、私も楽しみで、駅から歩いて花屋を曲がって坂を登ったところにあるのが、はこちら、喫茶待ち伏せ。あら、おしゃれ。なんかこじゃれた感じでいいですね、レトロなこのキーコーヒーのこれとかね、うん、あとねえねえ、これ懐かしいです。そうそうそう、あと喫茶待ち伏せってこのフォントもね、うんうん、素晴らしい、面白いよね。おしゃれ。じゃあちょっとお邪魔してみましょうか。引くって書いてある、今押そうとしちゃった引いてみます。どうも、こんにちは。失礼いたします。はい、ということでですね、この喫茶待ち伏せに、入ってまいりましたということで、はい、すごく内装が落ち着いていて素敵ですよ ね。この照明とかも本当素敵です、ね、なんかね、こう小肉らしい感じがね。小肉らしい、いや小肉らしいですよこんなにおしゃれで。メニューのこの感じもいいですよね、これね。メニューのフォント、うん、これも多分あの人がやってると思うわ。あの人？そう、なんとこのお店なんですけども、私たちの組合のですね、歌手として有名なですね、ほう、ギャランティーク和恵さんがプロデュース、いやオーナー、いや何なのどっち？両方ですね。言われてみれば店にね、今日あの和恵さんはいらっしゃらないんですけども、和恵さんのね、空気というか念というかそういうのがね、お店にね、こう散りばめられてるような感じがしますよね。細かいところまで全部おしゃれですか？そうなのよ、頑張ったよね、頑張ったよねいやでもほら、和恵さんといえばね、むさびで、はいはいはい、卒業はできなかったけども途中までは首席だったっていうことで有名なんで、うんうんうん、言われてみればなんかちょっといろんなところがグラフィカルというか、照明が全部小肉らしいのよね。そう、照明、赤いシェードも素敵だし、そしてね、いつも歌謡曲がかかってるお店っていうことで、うんうんうん、レコードで歌謡曲がかかってるんだよねすごいわ。新しさもでもあるんだけども、うん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 、新しさの中にやっぱ昭和も濃厚にあるっていう、うんうん、それも含めて和恵さんみたいな感じの、やっぱりなんかちょっと濃厚に和恵さんワールドを感じて、私すごいさっきからうぅ妊娠しそう、あ、妊娠しそう、妊娠しそうとか言って若い、何食べる？何にしようかな。ピザトースト食べたいかも。私もピザトースト食べたいクリームソーダとかが昭和っぽくていいみたい。で、あと大人のクリームソーダ、大人のクリームソーダ両方飲みたいよね。そうですよね、うんうん、じゃあまずはクリームソーダを頼んで、うんうん、はいはいはい、いけそうだったら大人のクリームソーダって感じ、はい、行きましょう。じゃあすいません、クリームソーダ2つと、はい、ピザトースト、はい、2つ、はい、クリームソーダお味はいかがでしょうか？お味?3 種類ございます。お味3種類あるの？ラムネ、メロン、ストロベリーと書いてありますね。メロンじゃ、あ、また私いちご好き。あ、でもメロン、でもメロン、私メロン、あ、じゃあメロンだったら私がいちごだ。じゃあ、
メロンとイチゴで、はい、お願いします。よろしくお願いします。クリームソーダが自慢っていうふうに聞いてたんで、どんなクリソが出てくるのか楽しみ。クリソって言うんですか。あ、ちょっと待って、この花瓶のラッパも小肉らしいわね。牡蠣も和江さんが選んでるの。そうですね、はい、和江さんが選んでる。もういないのにすごい圧を感じるの。このお店、和江さんファンとかが来たらもう本当たまんないんじゃないですか。いや大興奮でしょ。うえっていうぐらい風さん、うえっ、あ、ごめんなさい、うえっ、笑い、あ、すごい、なんかね、胸がいっぱいになるぐらい風江さんのなんかあの気配というのを感じるお店ですね、うんうんうん、ワクワクしますわ。いやだ、マスターがね作ってる、イケメンマスターがなんかクリソが来そうな雰囲気が来るわよ、きっと来る。サダコじゃないんだ。クリームソーダ、うわー、かわいい、うわー、あら、来た来た、あら、まあ、うわー、すごい、かわいい、レトロな感じでね。そして、あら、あら、あら、おいしそう。さあ、来た、また、絶妙に、なんか古い、はい、タバスコ。これなんかピザトーストはこだわりがあるんですか。そうですね、やっぱり具だくさんな感じで。具だくさん、言われてみればって言われてみ、玉手箱や、うわー、ほんと具だくさんだわ。もうね、タバスコ、まあこれもね、まあこれは普通ですね。タバスコ振っちゃう、いっぱい、えい、いや、えい、いや、いや、お使いになる、後で足しますね、私。あ、まずそのものの味を味わった、はいはい、わかる。あ、そのものの味も味わわずに。もう迷わずかけましたけどもね。はい、これ、さくらんぼは生さくらんぼですか？いや、缶詰です。あ、缶詰でした。最近の缶詰ってすごいね。生みたいね。あ、すごい。あ、味わっています。あれ？シロップ。なんかデパートの屋上で飲んだのとかすごい思い出した、この感じ。いただきます。かき氷が溶けた感じ。美味しいってこと。超懐かしい味するよ。懐かしいね、うん、あ、なんかアイス柔らかくないですかこれ。すごい、私たちが無駄話してるうちにちょっと溶けたのよ。あ、美味しい美味しい。うん、なんかね、懐かしいバニラアイスって感じ、うん、いや、これあっという間と食べちゃう、あっという間ね、うん、ほら、これもこっちも熱いうち、あ、美味しい、なんか切り込みが入れてある。あ、切り込み隊長が、切り込み隊長入ってる。美味しそう、チーズ伸びるよね。いただきます。おいしい、おいしいです。もう頭に描いていた通りのピザトーストの味、想像を裏切らない味。うん、おいしい。ピザソースがね、甘すぎないで、ね、美味しいよね。いや、なんかほんと喫茶店って感じ、うん、いや、こういうの食べたかった、美味しい。あっという間に食べちゃうね、あっという間食べちゃう、うん、ね、美味しい。私もタバスコ、うん、タバスコかけた方が美味しいと思う、うん、いただきます。うん、うん、私もう食べ終わっちゃったもん。ペロッと食べよった、ペロッと行きよった。ほんと、なんかでも全然食べ足りない。もう一枚食べていい？いいと思います、美味しいから。、うん、パチももう一枚いく？行きますか。あ、もう一枚いいですか？はい、すごいわね、私たち。喫茶店に来てね、ピザトースト2枚ずつ食べる、風さんの思うツボみたいだよ。
嫌だわ。またなんで適度な塩気がね、どんどんぐいぐいこっちを飲ませるよね。ずるずるいくのも風さんの思うツボだと思う。わかり。あら、あら、来た。じゃあもうこれ返しちゃおう、これ。はい、それいきます。あ、もうスプーンこのまんま使うからいいよ。よろしいですか、うん、はい、すいません。すいませんね、はい、バクバク食べる女装で。はい、ありがとうございます。じゃあ、大人のクリーム。あー、もう。あら、大人。大人。さくらんぼじゃなくてレモン。あ、ほんとだ。もう、子供じゃないのよ。これハイボール。普通のハイボール。やだ。味レモン好きなんだよね。あ、レモン好きだから結構そのまま食べちゃうもんな。本当に酸っぱいのが好き。酸っぱいのが、うん、酸っぱいスガール。何言ってんだろう。混ざってるとこ飲んだ方がいいよね。うんうん、アイス吸い込んじゃってこなかなか吸えないわね、アイス吸い込んじゃってね。やっぱ下までぶっこう。そうです。あ、こういうことか。はいはいはい。カシスってちょっとブルーベリーとかと似てるから、ブルーベリーにアイスを入れてる感じもする。カシスミルクみたいになるんですかね、ちょっとね。うん。あ、来ましたよ、また。あら、また第2弾。ごめんなさいね。第2弾。お腹すいちゃって。風さんの術中にはまったわけじゃないのよ。あの人の術中にはまったと思ったら悔しいからね。いやよ、でもまんまと2枚目ですからね、私たち。いや、美味しいなもんだって。熱いうちに食べちゃおう。ね、もう今回もノールックでタバスコかけるわよ。ノールックタバスコ。もうすごいかけ方気合入ってます。え、そんなかけます？いや、こんぐらいかけた方が美味しいわよ。これ本来の味を損ねてるよ。わかんない。加勢さん要素を少しでもちょっと薄めたいのよ。あ、酸っぱいの好きだから。タバスコお酢だからね。酸っぱい。うん。酸っぱい酢ガールだから。酸っぱから。でも美味しいよ、こんぐらいで。いただきます。うん、おいしい。せーの、うん、断面が素敵なんですよ、ね。断面いい感じなんですよ。もう食べ終わったよ。パンも美味しいですね、これね。そうね。いや、これちょっと待って、これそこにいっぱいいるわ。なんか言うんだ。いや、何のあれなのかなと思って。あ、なんかすいません。いやいやいや。申し訳ないんで、お詫びにおっぱいでも出します。嘘ですよ。広域なギャグです、広域な。微妙な塩加減でお酒が進みますか。この塩加減も和江さんが調整してるんだけど。ギャランティーク、ギャランティーク、ギャランティーク。